はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでキングさんですね。はい、ブレイクキングのキングから取ったのかな、ちょっとわかりませんけど、はい。ね、前回何日前だ、1週間前ぐらいでしたっけ、 PB されて、その方が買うのかな残りみたいなちょっと数日待ってね、その方が買わないようだったらって書いてありまして、大丈夫ですよ、はい、ということでね、じゃあいきます、せーの、あ、スケッチで下が見えちゃう、でもわかんないな、誰だろう。はい、まずこのスケッチは、わかんないな。スポーツ選手？いや、わかんないな。はい。で、この下行きます。横型だったね。ああ、アメリカーナだ。はい。人、わかっちゃうからもう行っちゃいますね。せーの。あ、レナード・ニモイさんだ。スポック船長ですね。はい。ちょっと、これ誰なのかな？ニコラス。ああ、これわかんないわ。レインウエストね。はい。うん、これわかんないわ。はい。でもこれキャラクター、ディズニーのキャラクターとか、あと映画のワンシーンとかキャラクターとかが多いですよね。まあ、スケッチのクオリティとても高いんでね、いいんですけど。ね。うん。いや、でも、カニウエストさんか。カニウエストさんか。うん。カニウエストさんか。ねえ。はい。そうですね。うん。なんかの映画？それか、まあ、ミュージック MV から持ってきたのかな。ねえ。まあ、あんまり聞いてないんで、店長感じです。はい。で、こちら、シネマスターズ。ね。この年、ジャッキーさんとかマーク・ハメルさんとかあった年でしたっけ？キャリフィッシャーとか。ね。25枚限定です。レナードに。普段はとてもおしゃれですね。あ、何年だっけ ?2007? あ、そんなもんか。そっか。初代これ。初代かな、ちょっとわかりませんけど。はい、ってことで。レナード・ニモイさんでした。はい、それとスケッチとなりました。じゃあ、今日ね、発送いたしますので、明日着で。はい、一応先着順なんで、ね、まあ、周りに気を使うということは非常にいいことです。先にチャレンジした方にね、っていうのは、はい。ね、それはよく店長もわかります。はい。まあでも一応、そこは先着順なんで、はい。ということで、よろしくお願いします。またチャレンジしてください。ありがとうございます。